吉田さん、暇苦痛ですか？私は暇でいいかなと思ってるんですけどね。まあ何もしなくても騒ぎはね、起きますんで。特に自分がじーっとしていても何か起きるんですよね。だから何かが起きるってことは、もうお前に解決しろっていうふうに言われてるんですよね。なんか頼まれたりとかね、持ちかけられたりとかね、相談されたりとかっていうのは。なんか解決を期待されてるんですよね。まあ、ですんで、自分で自分のことができる人ばかりだと、多分私は最も不要な人間になるのかもしれません。まあ今でも十分ね、必要な人間なのかどうか分かりませんけど、まあ必要とされてないからもうこうぼーっとしてるんでしょうけどね。だからこう暇で苦痛は感じないですね。っていうか暇をそんなに強く意識しないっていうか、なんか本来時間の流れ方ってこういうふうにゆっくりいいのかなと思いますし、何かに追われる人生って何なんだろうかなと思っちゃうんですね。その忙しくないと落ち着かないっていうのは、私から見るとその忙し病っていうかね、そうなのかなと思っちゃいますよね。その、まあ何ていうんですか、聖書に書いてあるんですけども、そのツバメでさえね、働いていない、畑を耕していない、だけども神様はちゃんとツバメを養ってるでしょって。人間はもっとね、価値の高いものだから、もうそこまでね、きつい思いしなくてもいいんじゃないですかみたいに下の句が続いていたと思いますけども、なんですかね、やっぱりなんかなんとかなんとかねばならないとかね、まあ、なんか誰かの期待に応えなければならないとかね、なんかこう常識の型にはめればならないとかね、なんかそういうのがあるんじゃないですかね。そもそもその人のことに首突っ込みがちというか、そういうことなんじゃないかなと。暇でいいんじゃないですか。暇で、暇じゃないとなんか何やりゃいいのか分かんないような気がするんですけど、私は結局誰かと何かをすると、まあ、はっきりこうすごくね、邪魔されてると思いますよね。誰かと何かすればですよ。あまりそれはね、できればしない方がいいのかなと。で、自分が誰かと何かしたいと思っても相手がね、そう思って、それ要するに相思相愛じゃないといけないんですよ。でも人はなんか自分以外のことあんまり見えないんで、今度は人のことには首突っ込むけども自分のことしか見えてないんで、相互が起きるんじゃないですかね。だからなんかこうぼーっとしてるぐらいがちょうどよくって、人のことに首突っ込むと自分と違う基準にイライラするでしょ。まあでもね、あんまりね、こう関心持たないと、それはそれでなんかね、なんか人を意識しないと怒られそうな気もするんですけどね。何なんですかね。吉田さん、暇で苦痛は感じたことないですよ、私はね。今が暇じゃないのかもしれないですけども。まあ漫画でも見とけばいいんじゃないですかね。その、まあ、人生、これをしなければならないってこともないですしね。何なんですかね。まあ、もう暇上等ってことですよ。